日本食のありがたさっていうのはすごく感じますね。ああ、それはそうだ。特にアスリートなんで、うん、どうしても食事の管理だとかそういうものはものすごく大事だとは思ってるんですけれども、うん、日本っていいなって思わさせられますね。うん、いやもう世界一だよな。本当にそうですよね。試合とか行っても本当にやっぱり日本食持っていかないと気持ちがめいっちゃうんです、ね。そうだね。はい、いや僕だってロンドンで毎日ご飯炊いてますよ。日本人は米食ってなんぼでしょう、ね。はい。僕もトロントでコシヒカリ炊いてます。でもトロント。